七尾総合市民体育館です。満員のお客様が入りました。今夜あの元横綱輪島のデビュー戦を迎えました。ここ七尾市であります。リング上はタイガーマスク対穂永のりお。穂永がすでにリング上、タイガーマスクの入場を待ち受けております。さあ人気者タイガーマスクの入場を見ましょう。やってまいりましたタイガーマスクです。本当に立水の余地もない七尾総合市民体育館、その中をタイガーマスクが今登場してまいりました。猛攻2番勝負はいつ行われるんでありましょうか。トップロープに登って今舞い降りました。七尾に登場タイガーマスク。さて一本勝負を行います。ジャパン軍ジャパンプロレスの穂永のりおが紹介されました。タイガーマスク猛攻7番勝負にかけますタイガーマスク。さあ山田さん、本当にこの七尾総合市民体育館、立水の余地もないという表現がぴったりくるぐらいの、満員盛況ですね。そうですね、はい、大変にあの人気が高いですね、まあ、そういう中でタイガーマスクがどういう試合を見せるか、はい、これはあの宇和島のデビュー戦とともにですね、はい、一つの注目の的ですからね。そうですね、特に今日の相手がですね、このところかなりたくましさを増してきたホナガ、はい、それだけにですね、相手にとっては不足ないですよ。さあそのホナガを相手にどういう戦いを展開しますかタイガーマスク、まあ、鶴田天竜と並びましてサンティと言われているタイガーマスク、まあ、この宇和島のデビュー戦に花を添えたい、そういう気持ちでしょうね。そうですね、ただ、7番勝負でですね、花々しい戦いをやってるだけに、穂永としては一発食ってやろうという気持ちは十分持ってます ね。当然この穂永も、タイガーマスク、かつてはこのジュニアヘビー級時代のタイガーマスク、小林邦明とともに本当にトラハンターとしてタイガーマスクを追い続けました。かつてのライバルといっても過言ではありません穂永のりお。このところ体も大きくなりましたね。そうなんです、はい、その点がね、一番あの彼にとってマイナスポイントだったところが、最近はプラスポイントに変わってきてます、はい、それだけにあのファンの見る目も違ってきてますよね。得意のメキシコ仕込みの空中殺法があります。もちろんタイガーマスクにも飛び道具があります。この辺の華々しい空中戦もおそらく展開されようかと思います。まあはい、タイガーマスクの方からですね、空中戦を仕掛けることはないと思いますが、はあはあ、穂永選手の戦法をいかんでは、これに応じていわゆる行くだけのものは十分持ってますからね。でしょうね。まあ、一方の穂永としてみれば、まあ、相手がタイガーマスクだけに積極的にここは攻めていきたいところでしょう。まあ、輪島にとりましては今日が、まあ、人生の第2のスタートということになりますが、まあ、このタイガーマスクも山田さん、もうこう一番勝負惜しくも八つに、黒星発進、試練のスタートになりましたが、また新しいスタート、こういう気持ちでいいわけですよね。そうです、はい、勝ち負けというのはね、私はあんまりこだわらないんですね、はい、ですからむしろ、現代のプロレスというのは、内容で勝負と、はい、まあ、むしろ試合の流れ、プロセス、もちろんあの技、いろんな見方があるわけですがね、はい、まあ、勝敗よりも私はいい試合をやってもらいたいと思いますね。さあ七尾総合市民体育館、総合市民体育館徐々に湧いてまいりました。タイガーマスクの、見事なドロップキック、綺麗に足が伸びたドロップキックが今爆発いたしました。穂永の胸の当たりを捉えました。そしてグランドへの展開、関節技です。非常にね、最近のタイガーマスクを見てますとね、はい、試合のフォロー、いわゆる技のフォローが丁寧になりましたね。あ、そうですか。前はね、あの一発一発の技がね、こうなんとなくプツンプツンとこう切れてるようなところがあったんですが、はい、最近は一つの流れっていうのが完全にできて、あの技から技へのつなぎが非常にうまくなりましたね。そしてその技の組み立て、フィニッシュへの詰めということになりましょうね。そうですね、これはなんといっても経験という、まあ、いわゆる大物レスラーと次々に対戦していった結果ですよね。まあ、
岡崎大会、もうこう一番勝負の時には、あのリックフレアが足の故障によりまして来日できませんでしたけれども、でまあ八つが代打ということになったんですが、まあ、このリックフレアもいよいよカムバックということですね。そうです、はい、まあ、かなり一時はあの負傷がね、悪いというふうに伝えられてたんですが、はい、なんとか克服して、まあ今日ですかね、昨日ですか、はい、カムバックということなんで、まあ、そういう情報が来てますんで、まあ、来年早々にはですね、はい、殴り込みをかけてくるという情報もありますね。楽しみですね、まあ、このチャンピオンリック・フレアは、今回の来日今不能になりましたけども、同じ条件で、まあ、タイガーマスクとは2番勝負、そしてまた長州との、ね、ダブルタイトルマッチも残ってますしね。そうですね、はい、そういった意味でね、まあ、今回は一つのアクシデントでしたから、やむを得ないですね。タイガーマスクの2番勝負に期待したいと思います。さあ、ちょっとリング上は一進一退の攻防になってまいりましたが、やはりどうやらタイガーマスクがペース握っているようですね。そうです、はい、しかもあの今日は非常にオーソドックスなですね、関節技を使ってますね、はい。まあ、しかしながらまだ相手の手の内を探り合っている、そんな感じがいたします。ラファイトです。ホナガノリオ、しかし今日のね、どう返していくか、はい、タイガーマスク非常に余裕が見えますね。そうですね、慌てませんね、はい、キック攻撃です。タイガーマスクの命であります左の足にこのキック攻撃を集中しております。さらに攻撃を加えよう、タエンズイ、タイガーマスクのエンズイ、これは珍しいですね、はい、山田さんね、はい、今なんかもしかし狙いすました一発ですよ。見事に後頭部を捉えた。さあ、今度はショルダースルー。さあ、この後です、技の流れにご注目いただきましょう。成長の後が伺えます。さあ、少し後ろを見せると、危ない、正面からドロップキックはホナガが取っています。タイガーマスク倒れました。さあ、今度はホナガの逆襲です。ロープに飛ばしてドロップキック、まあ、はい、この辺りはあれ、ホナガも磨かないですね。必ずこう受けたら返してますね。そうです、こうでなきゃいけないわけですね。もちろんそうですね、はい、ですからね、ここでタイガーマスクはね、この後、はい、どういう戦法に出るかですよ。さあ、再び主導権を握ろうというタイガーマスクであります。地に伏せました。さあ、今度はフットまたいで、さあ、ケプサドーラコンヒーロー、いわゆる風車式の背骨折りであります。さあ、そして今度は飛びます。おっと、スライディングキックに行きました。飛びましたね、ホナガが。このフォローはいいですね、はい、そして今度はダメ押しとばかりに、さあ飛ぶのか、フェイント、フェイント一戦、リングラインに戻った。ホナガを翻弄いたします。スクッとだったタイガーマスク、七尾総合市民体育館、徐々に湧いてまいりました。さあ、フロントスープレックス、リングの中央にホナガを捉えた、カウント2。さあ、この後はタイガーマスクの殺人フルコースはどうか。あとフライングボディアダックで返したホナガ、いやー、あそこで、まあ、カウントスリフス入ってますからね、今までのね、ホナガでしたね、余裕でね、うん、あの受けて立ってるって感じですよ。しかしこれがフィニッシュになるか。ダメ押しとばかりにジャーマンスープレックスホールド、カウント3入りました。ホナガを打ち破りましたタイガーマスクです。もう余裕たっぷり、自分の計算通りのファイトですね。勝ち名乗りを受けますタイガーマスク、黄金のマスクがよく似合います。まあ、この猛虎2番勝負に向けて着々とまた実績を積み始めた、そういう印象ですね、山田さん。そうです、はい、今日の一戦はね、大変に余裕があって、はい、もう計算通りの勝利ですね。そうでしたね。タイガーマスクの2番勝負、猛虎2番勝負はいつ行われるんでありましょうか。タイガーマスクの活躍にどうぞご期待いただきたいと思います。